今回も前回に引き続きレインアットマーク沖縄方言で歌ってみたのレインちゃんをお招きしてスクールデイズのあのセリフを沖縄方言でチャレンジしちゃいます。世界とことの葉のまるまるデイズ。続いてのコーナーはこちら、沖縄方言すぎるスクールデイズ。はい、スクールデイズのあの名セリフをレインちゃんに沖縄弁に翻訳していただいて2人でチャレンジしてみようというコーナーです。はい、まずあの、うんうん、私たちがそれぞれの決め台詞、うん、決め台詞ってあったんですね。なんだろうな、名台詞。はい、そのなんかこうあの世界ことのはこんなセリフ喋ってたよねっていうセリフがあるので、うんうん、それをあのまずやってみて、その後、うんうん、レインさんに翻訳していただいて、はい、そのうちなぐちバージョンでまたそのセリフを喋るっていう感じで行ってみたいと思います、うんうん、はい、はい、ではでは早速行ってみたいと思います。まず私のセリフからいきます。世界ってワールドの世界だよ。スケール大きい名前でしょ。気に入ってるんだ。です。おお、本物だ。大丈夫です。今のちゃんと西園寺さんでした。大丈夫だった。じゃあこれを翻訳してもらって、翻訳、はい、うんうん、私はその内な口で言ってみたいと思います。はい、ちょっとあのまず、うん、最初に沖縄方言ちょっとゴリッゴリすぎると、うん、きっとあまりにもわからないと思うんですよ、うんうん、あの例えば今のセリフをすごくゴリゴリのおじいちゃんおばあちゃんが使うような方言で言うと、うん、試験でワールドの試験やさスケールのマギーなやいびんどやちにかなとんどってなっちゃうんですよ。ワールドしか分かんなかったよね。私もあのワールドだけ分かりました。むしろワールドがっていう、うん、そうなっちゃうとちょっとあまりにも、うん、あのやりすぎ感があるのと、なるほど、やっぱりお二人ともセーカーもコートも、うん、あの、うん、JK なのであの確かに若い子が使う、うん、JK ぐらいが使うかなっていう言葉で私ちょっと今回は翻訳してきてみました。嬉しい、はい、ありがとうございます、はい、では、翻訳してみますと、うん、はい、世界んでワールドの世界であるよ。スケールのマギー名前やんにデージ気に入ってるわけってなります。それでも難しい。なんかあのなんとなく分かるところが増えてはきました、うんうん、世界インディー、世界インディーですね。あ、世界インディー、あ、はい、世界インディーんで下がんだ。そうです、世界インディー、はい、ワールドの世界であるよ、うん、スケールのマギー名前やんにスケールのマギー名前やん、名前やんにですね。あ、やんに、はい、マギー名前やんに、はい、スケールのマギー名前やんにデージ気に入っているわけ。どんどん下がっていく感じ。気に入っているわけ。あ、いいですね。あ、ちょっと言ってみます。はい、世界インディーワールドの世界であるよ。スケールのマギー名前やんにデージー気に入っているわけ。いや、いいと思います。難しい。なるほど、あ、でも面白い。じゃちょっと桂さんも行ってみましょうよ。じゃあ、はい、私も行ってみますね。うん、誠くんを誘惑したのは西園寺さんの本じゃないですか。おー、本物だ。なかなか厳しいこと。これはですね、じゃあまず誠くん、何々くんって沖縄ではあの呼び合うことがまずないんですよ。で、基本下の名前で呼び合います。あの名字がほとんど被っちゃうのでクラスで。なるほど、はい、なので下の名前で呼び合うんですけど、さっき言ったあのセーカーコートとまた違ったバージョンで、まあ、誠って感じで、誠、はい、3文字の人は、ま、マーコーでもいいんですけど、ま、ちょっと違いをつけて、マコトー。マコトー。マコトーしかしたの。セーカーさ。ヤナバーキー。どうでしょう。ヤナバーキー。
ちょっとこちら解説しますと、しかすっていうのが、あの、まあ、誘惑するみたいな、たぶらかすみたいな意味ですね。実際は、はい、男の人が女の人に対しての時しか、まあ、使わないんですけども、まあ、でも若い子は結構混同して使っているので使ってみました。はい、まことしかしたの聖火さ、まあ、世界さってことですね。で、やなばきっていうのが、これあのバーキーっていうのがやりまんみたいな意味なんですよ。はい、なのでちょっと嫌は嫌なやつみたいな、嫌なっていう意味なので、バーキーだいぶ文句をちょっとつけ足した感じで、ね、でもそういうことだもんね。言いたいのはさ、そういう感じに、あまり可愛いタイプじゃない方言です。なるほどなるほど、はい、ちょっとでもこういうのをね、桂さんの声で聞けるといいよね。そうですね、聞きたくてちょっと入れてみちゃいました。じゃあちょっとやってみます、やってみましょう。はい、まことしかしたのせいかあさやなばき。あー、めちゃくちゃいいですね。いいですね、うん、そうだよっていう気持ちで聞けた。そうだよって、そうだよそうだよっていう受け入れちゃうぐらいいい声でしたね。受け入れちゃったな今、かわいかった。え、面白い。ちょっともっと行きましょう。行きましょう。ではでは次の私のセリフです。私だって誠の彼女になりたかったです。ちょっとこちらも沖縄の風に言うと、セイカーも誠の稲具になりたかったです。なりたかった、はい、こう言えばなりたかった。ちょっとタが気持ち上がるイメージですかね。なりたかった、なりたかった。稲具、そう、女っていう意味ですね。稲具、あーなるほど、はい、稲具なのであいつの女みたいな感じで、誠の稲具ですね。誠の稲具になりたかった。あ、いいですね。お、ちょっと言ってみます、はい、セイカーも誠の稲具になりたかった。あ、いいですね。おー、やった。いいですね。でなんかそうですねってなりますね。ちょっと桂さんもちょっと言ってみよう。次もじゃあ、はい、次の私のセリフも言ってます、私こう見えても寛容ですから、それくらいなら許してあげます。いいですね。これムカつくやつなんですよ。そうですね、本当にこう女って感じの。そうなんです、ね、クーってなりますよね。最悪なシーンなんですよここ。じゃあ行ってみましょう。はい、まんね、こんなって見えても寛容であるから、それぐらいだったら許してあげましょうね。なんかはいってなりますね。そのあげましょうね、ちょっと何目線っていう。なんかでもちょっと上から目線、かなり上から目線になりますね。なんとも言えない。そうなんですよ、表現ですね、これ。ちょっと独特な表現で、何々しましょうねっていうと、一緒にしましょうねって言ってるように聞こえるんですけど、ではなく、これ自分が今からやりますっていう意味なんですよ、沖縄の人は。宣言、はい、宣言です、なので例えばお店、ご飯屋さんとかに行くと店員さんが、空いてるお皿お下げしましょうねとかって言ってくれるんですよ。でもそう言われると、はい、おーって感じ、自分がやりますっていう感じなので、はい、はい、そういう感じで許してあげましょうねっていう。あー、許してあげましょうね難しいよね。なってきた。許してあげましょうね。あ、いい感じです、いい感じです。こんなって見えても寛容であるから。あ、いいですね。ちょっと寛容であるから、寛容であるから、はい、なるほど、ラってこう上げると、なのでみたいな感じの言い方ですね。はい、寛容であるから、そうそうです。それくらいだったら許してあげましょうね。あ、いいですね、めちゃくちゃいいです。ちょっと頑張ってみます。お願いします。行きましょう。わんね、こんなって見えても寛容であるから、それぐらいだったら許してあげましょうね。あ、いい。
めっちゃ可愛い。可愛い。嫌な女感がない。可愛い。でもなんかムカつくニュアンスはちゃんと伝わってるんですね。ちゃんと伝わってる。なんかそのあるからのなんかこの切り具合がちょっとなんかおいってなるけど。でもこれじゃあこれだとさよんじさんがちょっと怒りが収まる感じ、うん、おなんか新たな怒りが生まれる感じ思ったのと違うやつが違うやつがもう一個のやつがでもう一個のやつが来そうな感じがする面白いな、うん、ちょっと次行きたいと思います、はい、世界のこれです。私が特別に誠の練習相手になって特訓してあげるよです。いやもう全国の男性が言われたいやつですね言われたいかな、特訓されたい、ね、はい、だってさいじさん得意ですからね、うん、そうなの特訓得意だからさ、ね、チン抜く特訓得意ですからね、チン抜く特訓合ってたそれ、チン抜く特訓、チン抜く特訓ですねこちらを沖縄っぽく言うと、うん、セーカーが特別にマコトーの練習相手になって言いならししてあげようね。言いならししてあげようね。言いならし、はい、そうですね、言いならし、はい、あ、特訓が言いならしなんですね。そうですね、あの習わせる、まあ、教えることを習わすとかって沖縄ではあのそっち側の目線で喋るんですけど、うん、あの習しっていうのは習わせで、いいはまあ、うんうん、良いという意味で良い習わしみたいな感じですかね。ああ、なるほど、はい、うんうん、いい習わししてあげよう、いい習わししてあげようね。あ、いい感じです。なるほど、はい、聖火が特別に誠の練習相手になっていい習わししてあげようね。あー、すごいアクセントめちゃくちゃ上手です。え、ほんとちょっと忘れないうちに行こう、はい、いきます。セーカーが特別に誠の練習相手になって言いならししてあげようね。かわいい。できてるできてます。なんかちょっとおどおど言ってるのにすごいですセリフはすごい大胆なのがなんか逆に萌え、新しい萌えいつもの何元気なサヨンジさんじゃなくて、ね、沖縄に転校してまだなんかこう頑張って慣れようとしてますみたいなサヨンジさんでした。本当ですね。本当めちゃくちゃ可愛かったです。これさ、はい、やってる様子見せたらこの手がさ、うん、音階を上上下下、うんうん、上下上みたいなこのドレミを右手で撮ってるっていうのはいはいはい、なるほどな。いいならし、チン抜くいいならししてあげようね。あれ、チン抜く、はい、いいです。今いいですって言った。 いいですね、チン抜く、いい響き、いいですね、チン抜くいいならししてあげようね。もう勝田さんのそこだけね、くり抜きだよ。またくり抜かれちゃう。チン抜くを連呼してるところ。いいですねとか言って。でもサヨンジさん、これあれですよ、ちゃんと標準語に直すと里芋特訓ですからね。あ、そうですね。そっか、うん、里芋特訓ですから、サヨンジさんがお芋にまみれてるんですよ、うんうんうん、特別にね。なるほど、特別に里芋にまみれてるんですよ。そっか、特別感ある。ぬるぬるだしね、きっとね。あ、そうですね。むくとぬるぬるだからね。むくと皮をむくとぬるぬるですからね。あの、一応言っとくけど、カズラさんの声だけで取れてるからね。またくり抜かれちゃう。くり抜かれますね。楽しみですね。ね。ではでは、カズラさんの。じゃあ次行きましょう。やっぱり嘘だったんじゃないですか。中に誰もいませんよ。来た。怖い。こちらですね、ちょっとあの、うん、今までは JK っぽい若者言葉にしてたんですけども、はい、とっても恐ろしいシーンなので、はい、な、言うたらあの時代劇みたいな、沖縄でいう時代劇みたいな、あの組踊りとかって言うんですけど、はいはい、それ
ぽい言葉にしてみました。なので、はい、ちょっとごめんなさい、難易度上がっております。いきます。したいたいゆくしえあいびらになあかんかいたーんういびらんどです。さっぱりわかりません。一個もわかんないやつ。したいたい、はい、したいたいっていうのがまあほら見ろみたいな感じですね。うん。で、ゆくしがまあ嘘、ゆくしが嘘、うんうんうん、で、アイビラにじゃないかっていうことですね。はい、で、なあかんかい、中じゃなくてなあかって伸ばしますね。なあかんかい、なあかんかい、たーん、たーん、ウイビランド、たーん、ウイビランド、はい、そうです。ウイビランドですね。あ、いいですね。どーってちょっと上げると、したいたい、ゆくしえ、アイビラニ、なあかんかい、たーん、ウイビランド、あ、いいですね。ウイビランドですね。はい、ウイビランド、はい。難しいからよくわかんないからよくわかんないままとりあえず言っちゃった方がいいような気がしてきた。お願いします。じゃあ行きます。はい。したいたいゆくしえあいびらになあかんかいたーんういびらんど。あー、いいですね。怖いわ。恐ろしいって多分これ沖縄の人は言ってますよ、でもあの恐ろしいってあのなんかしたいたいだけが怖いまず。あ、ね、したいたい怖かったですよね今。なんかしかもなんかこう知ってる言葉で聞こうとするから、うん、したいっていう、うん、あーなるほど、印象が来るから、うんうん、あ、私したいなんだって。あのもうしたいになってる身から聞くとね。そうそう、したいになってるから確かに成果は心に響きますね。ちょっと響くなこれ。いやこれちょっと使ってほしい。ちょっと使ってみたいです。ね。いいですね。これいいな。うん。どうしましょう。もう一個いきますか。いっちゃいますか。うん。はい。ではいきます。世界様にドーンと任せなさい。です。いいですね。こちらを沖縄にすると、世界様にパチない任ちゃおけ。あ、かわいいです。あ、かわいい。世界様にパチないパカ任ちゃおけ。任ちゃおけ。下ろして大丈夫です。マカチョーケいきます。はい。セーカー様にパチないマカチョーケ。あ、いいですね。あ、なんか可愛いですね。めちゃくちゃ可愛い。すごい今うちなんちゅでした。あ、本当ですか。はい、上手。使おう。これは使えるんじゃないですか。普段使おう。うん、普段が何だか分かんないけど。でもマカチョーケはめちゃくちゃあの若者も使うので。沖縄行った時に使えます。はい、ありがとう、嬉しい。ではでは桂さん行きましょうよ。はい、じゃあこれですね。うん。やっと二人きりですね、誠くん。なんだろう、私なんかこういうセリフしかないんですけど、うん、あのそうね、後半に偏ってる。ちょっと怖い感じのが多いですね。ちょっとあの汎用性に欠けるような気もしましたが、よくでも言ってるよ。よく言ってる。言ってますね。うん。こちらは船の上のセリフですよね。うん、はい、ですよ。あ、こちらは沖縄っぽく言いますと、やっと二人っきりであるね、まこと。かわいい。ちょっと言いやすい感じになりました。うん、なんかこれだと割と、うん、あの標準語に近い感じ。うん、はい、そうですね。うん。じゃあ行ってみます。はい。はい、お願いします。やっと二人っきりであるね、まこと。あー、いいですね。かわいい。いいですね。かわいいですね。おー、なんか自然。はい、ちょっと首持ってる感じじゃないですよね、これだと。確かに。ちょっと首持ってなかったな。持ちたかった？ちょっと持つ感じだと。じゃあ持ってよ。うん、持ってやろう。はい、やっと、二人っきりであるね、誠。持ってるわ。持ってた？結構持ってました、がっつり。じゃあ、今の感じで。すごい。いや、面白かった。いや、面白かったです。本当にいろいろ教えていただいて、ありがとうございました、レインちゃん。ありがとうございます、こちらこそ。はい。ではでは、せっかく教えていただいたので、ちょっと桂さん、例のシーンを演じてみませんか？いいですね。じゃあ、頑張ってやってみますね。いよいよ最終章、
あのシーンを沖縄方言で完全再現。お楽しみに。Thank you.